こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。輸出ビジネスに円安の追い風が吹いています。円安のおかげで海外で高く売れる日本商品を見つけやすい状態です。本日6月9日、1アメリカドル134円33銭。これは前回円安が進んでますと言った時よりもさらに4円3銭。 円安が進んでます。1年前は108円90銭だったものが今は134 13円33銭と同じ価格で販売しても利益が2倍以上増えます。2割以上増えますまたオーストラリアドル本日96円31銭1年前は80円69銭4月末は93円38銭だったのがさらに3円近く円安が進んでいますこちらも同じように 同じ価格で言っても1割利益が増えるとシンガポールドールも同じような感じです。97円50銭で。1年前は82円13銭と。まあ、アマゾン出を始めるなら、今が絶好のチャンスです。円安でどんどん物価が上がります。所得を増やすのも、国内だけで増やすのは大変ですけど、まあ、日本であるものをね、オーストラリア、あるいはシンガポール、 に輸出して稼ぐというのは、まあ、日本に住んでれば非常にやりやすい、スムーズにできます。まずは、無料でメールセミナーを受講して、Amazon 室、どんなことをやるのか、やるのに何が必要か、ね、やってどんな実績上がってるのか、まあ、注意事項はどんなことか、それらの情報をチェックしてください。こちらの下の方にね、メールアドレスを入力して確認するボタンを押すと。で、登録したメールに、 え、本当に登録してましたかと来ますんで、その後ね、え、名前を入力して確認画面進んで、え、無料のメールセミナーを受講してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。